なんかまあ崩しに行くためにキッス投げたくて出し負けた。なんかキッス投げるんだったらなんかカバー投げるのがなんか一番安牌かなみたいな感じで。いや待って、これニンフィアどうやって倒そう。ニンフィアこれどうやって倒す。これルカリオからでよかったな。てかルカリオカバルドントエキスみたいな感じでよかったわ。どうしようこれ。ボルチェン打つか。メガネだったら終わりなんだけど、メガネだったらハイボ連打されてるだけで終わるんだけど。アーカイブ残しますよ。さすがにあの猿の勇姿を消すわけにはいかない。うわあ。オッケーオッケーオッケー。2体。おい、ちょっと待って、これ怪しくね？次のハイパーボイス怪しくないっすか、これ。いや、あくびしてもなんか大フェアリーでさ。なんかなんやかんややられそうなんだよな。なんやかんや。これ大フェアリー打ってくるかな。これさ、大フェアリー読み大オールかますべき男の。いや、それ弱いよな。それしたところで、それしたところでなんか別に勝ちにつながるかっつったら、怪しいんだよな。そして、いや、でもしなかったらしなかったで、なんか普通にニンヒアにボコボコンされそう。しなかったらしなかったでニーフに勝てないよな。いや、こうだから相手がダイマしてくるか引いてくるかどっちかなんだよね。いや、スーパーボール級だからここダイフェアリーであくび切るみたいな動き知らないから、あくび連打でいいや。よしよし、こういうことです。でも引きだるまだったんでトンボで逃げられます。これどっちにしろやばい。いや待て、うわーやばい。絶対トンボ打ってくると思った。やばい。やっちまった。トンボなかったのかな。いや、ここいや、ここ大オールすると思わんくない。絶対ここ通ると思ったけどな。誰が誰かってから眠らせたろうと思ってやったけど終わった。どうしようね。負けです。敗北。負けだよなこれ。どうあがいても勝てないよ。倒せないんだったらここ、皇帝は奴隷に刺される。これドロンポか。いや、ボルジェンだな。一回砂まこ。炎鉱石火耐えるでしょ。いや、ここ勝ちに行くんだったら、いや、必須だな。どうせつららなんで、どうせあの冷凍パンチとかじゃなくてつららなんで、でここだいぶ相手からしたら切る必要ないから、これかわして勝つ。
まあそういう日もある。そういう日もある。いやあれだね、トンボを打ってこなかったところがターニングポイントだったわ。でもバチンキー出しても変わってなかっただろ。ミンフィアにもゴリランダーにも勝てないよ。まあ、ルカリを投げるべきだったね。ミンフゴリランダーだったら。Thank you.